はい、iPhone の純正の充電器を買ってきたんですけども、高いですね。これが箱でね、こちらの、まあ、いわゆるアダプターって私たちが呼んでるやつ、これに専用のこの USB みたいなね、ライトニングコネクタっていうのか、もう言い方わかりませんけども、これがいるそうなんですよ。で、これ2つ足してだいたい5000円ぐらいなんですよ。これで5000円ですよ。で、Amazon とかで、その、互換性を買うと、だいたい1000円とか2000円とかで買えるでしょ。でも、これは、やっぱりこう、アップルがもうきちんと純正品なんで安心なのと、やっぱり急速充電がね、すごく信頼できるんですよ。だからまあ、買う価値があるかなと思っております。実はね、これ持ってたんですけども、この前ね、キックボクシングの試合で東京に遠征した時に、泊まった満喫に忘れてきちゃったんですよね。いや、ついてないですわ。でも今回、山田ホームズさんで1万ポイントもらえたんで、山田電機でこれ5000円ぐらいしたんですけどね、買うことができました。本当に。ありがとうございます。それでは。